ゆくき、うん t b、e、a b a d a y u h h h a d o <Hello>, y o u t u b e はい今日皆さんにご紹介するのは、えー、どう言っていいのかしら、えー メディア、テレビ、テレビを見てください、です。<laughs> えー、結局、私が、出るか出ないかなんか一言も言いませんよ。ね。情報解禁とかされてないんだから。 でももしかしたら候補日としてかつての、えー、やり取りでは日にちが上がってて、えー、事務所からただ連絡が来てないだけかもしれないので <laughs> 皆さんにただテレビを見てもらいたいというご報告なんですけども。 えー、ニューヨークとカエル邸のきっと来るという番組。テレビ神奈川 TVK の番組が、えー、火曜の、え、ちょっと待って。水曜。 水曜の深夜24時。言い方次第だけどさ、木曜の0時。わかる水曜の深夜24時。に毎週あるわけですよ。うん。だから、5月4日の24時。5月5日の0時。わかるうん。この番組、ね。TVK。うんテレビ神奈川。TVK 一緒テレビ神奈川。 ニューヨークと帰るでのきっと来るというお笑い番組を、えだから5月4日の24時か5月11か日18日25このどれかの24時から30分ずつの番組のどれか見てるといいことがあるかもしれません。 そういうこと。で、私のね、今家でね、いろいろ調べた、急に今になって。えー、一個前の家はね、なぜか自然とケーブルテレビ入ってて、TV k も見れたし、撮れたのかなキャナガーとか見てた記憶あるし。今の家無理っぽいんだよな。ちょっと今んとこ私もどうやって見るか、謎。見れるかどうかも謎なので。 誰かに、うん、見て、ご報告欲しい <laughs>。というね、わかりますずっとゴニョゴニョは言ってますけど。私がどうとか言ってませんよ。見たいっていう話ね。えー、5月 4, 4日か11日か18日か25日の24時からの30分が番組。テレビかなんかニューヨークと帰るというのをきっと来る。これを見てると、 面白い番組ですので。楽しいことがあるかもしれません。マジえー、それぐらいかな、私に言えるのは。<laughs> これ以上は、言えないよ。ゴーひろみ状態。<laughs> そうでしょ。一応ね、うん、だから、候補で5月4のあの線もあるかもしれない。そして連絡は一つもないから。 逃しちゃったらやばいと思って。ごにょごにょ告知です。よ、よろしく。<laughs> そういうこと。楽しい番組などで見ましょう。うーん。きっと来る。ゆく金ん。さんは。そうでしょ。<laughs> 登録してね。